ルネ・ドペストルは、ハイチ生まれの詩人、小説家、随筆家、マルクス主義、シュルレアリスムの文芸詩、ラ・リューシュを創刊し、同志を中心とする反体制活動によりフランス亡命を強いられた。キューバ革命を支持し、キューバで20年間、主に国家機関の文化事業に貢献したが、カストロ政権による思想弾圧に抗議し、1978年に再び、 フランス亡命。ユネスコ代表を務める傍ら、執筆活動を続けた。後に、ルノー・ドー賞、アポリネール賞など多くの賞を受け、国際的な評価を受けた。法訳に、短編集、ハイチ・ジョイのハレルヤなどがある。ルネ・ドゥ・ペストルは1926年8月29日、ハイチ南部の港町ジャクメルで、薬剤女シリュック・ドゥ・ペストルと、デジャニラ・オリオルの間に生まれた。 五人兄弟姉妹の抜子で、兄、モーリスを除いて、姉レーモンドとリュースはカナダ、兄ロジェはベネズエラにそれぞれ移住した。2005年から2010年まで、カナダ総督を務めたミカエル・ジャンは名である。デウペストルは、故郷、ジャクメルを題材にした詩を多く書いている。一家は田舎に越し、デュペストルは、キリスト教教育修士会運営の初等教育学校に通った。母は、 キリスト教徒であったが、ドゥペストルを毎年、ブードゥー教の儀式に連れて行き、参加させた。ブードゥー教は西アフリカのダホメ王国で生まれ、ハイチでキリスト教徒の集合により発展した民間信仰である。ドゥペストルはブードゥー教を内側から知ることで、自らは無宗教であるとしながらも、ブードゥーの神々はハイチのルーツの表現となっていると語っている。 父を早くに亡くし、ポルトープランスに越した。母は裁縫師の仕事をしながら5人の子供を育てた。ポルトープランスでは何度か引っ越し、ラサリーヌ、テッドイコールブフ、バープードショーズ、ブールドンなどのスラム街に住んだ。母方の祖父フカンジェルブランはもともとアカディアに住んでいたが、フレンチインディアン戦争勃発後の英国軍によるアカディア住民の強制移住により、 フランス領サンドマ植民地に追放された。サンドマでは、トゥーザン・ルーベルチュールらが率いる史上初の黒人革命により、1804年に独立宣言、ハイチ帝国が成立した。カンジェルブランの娘、セリアルブランの夫、ソロン・オリオル将軍は、ハイチ革命で銃殺された。ドゥペストルは幼くしてこの祖母、セリアルブランに預けられ、下手屋であったオジ・ガストン・オリオルに、 弟子入りし、裁縫の仕事を学んだ。ジャクメルのパンシナ高等学校に通い、ポルト・ープランスの家族の元に戻った後、アレクサンドル・ペション高等学校を卒業した。高校の英語教員、デビット・ピーターズは、米国生まれの水彩画家で、1944年にポルト・ープランスに芸術センターを創設し、配置絵画の魅力を世界に知らしめた人物である。 高校生の時、作家ジャック・ルーマンの招きに応じて、ポルトー・プランスを訪れた、キューバの詩人、ニコラス・ギジェンに出会い、以後、信仰を深めることになった。また、若者たちの敬愛の的であった、ルーマンの影響で、フランスやアメリカの作家を知るようになったが、ルーマンは1944年に37歳の若さで、謎の死を遂げた。この頃、反体制派の新聞、 ラナシオンの編集委員であった、急進派の弁護士、アンドレ・ビストゥーリと知り合い、マルクス主義思想に傾倒したが、その真髄に触れたのは、アンドレ・マルロー、マクシム・ゴーリキーの小説や、ポール・エル・アール、ルイ・アラゴンの詩を通じてである。さらに、マルティニークの詩人、エメ・セゼールが、シャルル・ド・ゴール率いる自由フランスの配置代表であった、医師、作家のピエール・マビーユの招きに応じて、 ポルトー・プランスを訪れ、セミナーを行ったのを機に、セゼールとの交友が始まり、後にパリで再会することになる。1945年に国家の助成金を受けて、国立印刷所から、諸女集、火花を出版した。当時大きな影響力を持っていた民族学者、作家のジャン・プリスマルスに評価され、好評を博した。友人のテオドール・バケール。 ジャック・ステファン・アレクシス、ロロール・サンジュスト、ジェラール・ブロンクール、ジェラール・シェネラと共に、文芸史、ラ・リューシュを創刊し、翌46年の週刊まで編集長を務めた。これは、シュルレアリスム運動の一環であり、同時にまた、ドミニカ共和国の独裁者、ラファエル・トロヒーヨの援助を背景に大統領に、当選したとされるエリレス校の独裁体制に抗議する運動でもあった。 ドゥペストル、アレクシス、ロジアングラード、ロジャガヤール、イブ・ピエール連盟の生きる前のユンゴン書と題する声明で、その思想、政治、社会行動指針として、マルクス主義、レーニン主義、スターリン主義の原則に従うと明言した。同年12月、ラ・リューシュのシュレアリスム及びアンドレ・ブルトン特集号が、白金処分を受けて政府に押収された。これは、ブルトンが、 ポルトー・プランスで講演を行い、ドゥ・ペストルの死を朗読したのを記念して観光した号である。ドゥ・ペストルは、ナリューシュに、アンドレ・ブルトンの、ハン・ファシズムの信念は、フランスの国境を越え、彼のシュルレアリスムは、反動的作家が固執していた、古臭い価値観を断固として否定するものであったと書いており、ブルトンとの出会いは、ドゥ・ペストルの人生に決定的な影響を及ぼすことになった。 ラリューシュンが再刊されたのは、レスコー政権崩壊後の1946年2月のことだが、反体制派の雑誌を発行していたドゥペストルとデケールは破壊工作を行ったとされ、1月5日に逮捕、収監された。政府の言論統制に対する大規模な抗議デモが起こり、二人は間もなく釈放されたが、ブルトン、マウィーユ、ブロンクールは国外追放を受けた。 ドゥペストルは、レスコー政権打倒につながったゼネストで、中心的な役割を担った、マルクス主義革命学生運動の指導者らと共に、第二次人民社会党の結成に参加し、再び逮捕され、国家刑務所に収監されたが、今度もまた抗議デモにより釈放された。収監中に、第二の詩集、地の花束を書き始めた。ラリュー氏は6月に収監となった。 ドゥペストルは政府の奨学金を受けてフランスの大学に進むことになったが、これは新政府が妥協を許さない強硬派のドゥペストルを厄介払いするためであった。友人のブロンクールがフランスに亡命し、アレクシスも奨学金を受けてパリの大学に通っていた。パリの駅でドゥペストルを迎えたのはエメ・セゼールであり、当時共産党代表であったセゼールは ドゥペストルを直接共産党本部へ案内した。ブロンクール、アレクシスに合流し、しばらく二人が借りていたパリ旧区のアパートに身を寄せた、あと、国際大学都市キューバ館に入居した。同国人で後に、政権批判の小説、犬どもを発表することになる、フランシス・ジョア・ヒムロは、および九百四十七年に、セネガル生まれで、黒人文化の解放に寄与したアリウンジョップによって、 創刊されたパンアフリカ主義の文明誌、プレザンスアフリケーヌに寄稿していた知識人らと知り合った。当初は母の希望に従って医学を勉強したがすぐに断念し、ソレボンヌ大学で文学、パリ政治学院で政治学を学んだ。一方でフランス共産党に入党し、同党や初期長のモーリストレーズ、スターリンを称える詩を書いた。 1947年には世界民主青年連盟により、プラハで開催された世界青年学生祭典に派遣され、ついでサライボで鉄道建設工事の作業員に志願し、ここでユーゴスラビア共産主義者同盟の指導者、ヨシップ・ブロズチ等に出会った。パリに戻ると、エルザトリ・オレの主導で結成された若手詩人グループに参加し、多くのフランス知識人と知り合った。 ソルボンヌ大学でハンガリー生まれのフランス人学生エディットコンボに気候に出会い翌四十九年七月に結婚したフランスで脱植民地化運動に積極的に関わっていたデュペストルは何度か逮捕され1 9五十年に国外追放を言い渡された在仏チェコスロバキア大使で画家のアドルフ・ホフマイステルの取り計らいでプラハに逃れることができ翌五十一年に ブラジルから亡命した作家ジョルジェ・アマードに秘書として雇われた。スターリンやトレーズを称える死を含み、同年に発表された明るさの群生は、エメ・セゼールが序文を書いている。8月に東ベルリンで開催された第3回世界、青年学生祭典に参加し、ニコラス・ギジェンに再会した。ユダヤ系の妻エディットが、イスラエルのスパイの容疑で、チェコの国家保安部に逮捕され、 まもなく釈放されたが、ついで、地頭主義者として逮捕されたルドルフス・スラーンスキーらが1952年の裁判で死刑判決を受けたことを批判したために、ドゥペストル夫妻は国家保安部にアメリカ帝国主義のスパイとみなされ、住居から追放された。ドゥペストル夫妻は、偽前に勧められて、プラハを離れ、ミラノ、ジェノバを経て、キューバへ向かったが、 フルヘンシオ・バティスタ独裁政権下のキューバで今度は、ハイチ大使館に、ソ連のスパイの容疑をかけられ逮捕、収監された。3週間後に、イタリアに追放され、ジェノバに着いた夫妻は、非合法で、フランスに入国。アラゴンとブロンクールの助力を得て、フランス思想会館に受け入れられたが、フランスからも、イタリアからも滞在許可を得ることができなかったため、 しばらく共産党員の知り合いのアパートに非合法で滞在したが、再び国外追放を言い渡されたため、共産党のつてでオーストリアに向かい、世界平和協議会の仕事を引き受けるなどして1、ち、月間オーストリアに滞在した。一旦プラハに戻ったが、ジョルジェア・マードと大陸文化会議を組織することになり、チリに向かった。チリでは、パブロネルーダの秘書を務めた。 チリに7ヶ月滞在した後、ブラジルでアマードに合流した。サンパウロで2年以上にわたってフランス語を教え、その傍ら偽名を使って、ブラジル共産党の非合法活動に参加した。この頃、セゼールとの間で、ネグリチュードにおいて意見の対立があった。ドゥペストルをはじめとするマルクス主義者はネグリチュードをやや過激な運動と考えていたからであり。 さらにはフランス語国人作家の間に起こった国民史論争においてセゼールと対立したからである。これはアラゴンがフランス史は国民的伝統から生まれるとして国民史を提唱し、ドゥペストルがこれに賛同したのに対してセゼールが猛反対し、プレザンスアフリ系の史上で繰り広げられた論争である。ドゥペストルはネグリチュードに対する彼の思想的立場を 1980年出版のネグリチュードにこんにちは、そしてさようならで表明している。1955年末にドゥペストルは再びフランスに向かった。レオポール・セダール・サンゴールの尽力により滞在許可が降りたからである。ドゥペストルはパリ13区に今日構え、詩人ピエール・セゲルスが設立したセゲルス出版社から詩集、 はるか沖合から召喚されてを出版した。1956年9月、プレザンスアフリケーヌ市主催の第一回パンアフリカ主義黒人作家、芸術家会議に出席し、奴隷制や植民地化を経た黒人の経験の多様性を考慮した普遍主義的ネグリチュードを提唱した。プレザンスアフリケーヌのほか全体主義批判を展開したエスプリ、体クレジスタンス運動の 国民戦線により創刊されたレッドルフランセーズなどに寄稿し、シュルレアリスムの歴史などで知られる文芸批評家モーリス・ナドーラが創刊したレッドル・ヌーベルにスターリン主義を批判する記事を掲載した。1957年、ポール・マグロワール大統領が国外に逃亡し、フランソワ・デュバリエが大統領に就任したとき、ドペストルはようやくエディットと共に、 ポルトー・プランスの母の元に戻ったが、ドゥ・ペストルが所属する人民民主党とアレクシスが結成した人民協調党の間に次期大統領選で掲げる革命戦略について意見の対立が生じ、ルヌーベリスト市場で激しい論争となった。また、デュバリエ大統領から外務省文化担当任命の申し出を受けた。ドゥ・ペストルは子供の頃からデュバリエを知っており、 彼と同じポルトープランスのスラム街に暮らしていた時には医師、パパ、毒の治療を受けたこともあったが、この申し出を断り、率直にデューバリエ独裁政権を批判した。この結果、デュペストルは一年にわたって自宅難近家に置かれることになった。1959年、キューバ革命でアメリカ合衆国の傀儡政権であったフルヘン氏を、 バティスタ独裁政権の打倒を目指すカストロに、共鳴する武装ゲリラが闘争を開始したことを知り、ハイチ共産党非合法グループのスターリン主義者らの反対を押し切って、ハバナに向かった。ハバナでギジェンとチェゲバラに会い、ゲリラ戦の訓練を受けた。デュバリエ政権打倒を目指してのことであった。ドゥペストルはこのために、ハイチ国籍を剥奪された。ドゥペストルは、以後、 約20年間にわたって、キューバで暮らし、キューバ革命の直後に創設された文化機関、カサデ、ラスアメリカス、外務省、国家出版部、国家文化評議会、ラジオ、ハバナキューバ、作家協会、ハバナ文化会議準備委員会などの活動に参加する、傍ら、執筆活動を続けた。また、共産党機関紙の記者として、ソ連、中国、 ベトナムなどで取材を行った。モスクワには特派員として派遣され、中国では、モータク恩州来、ベトナムではホーチミンに取材した。アレクシストは、ハイチのマルクス主義者の間に生じた対立を解消するために話し合いを続けていたが、和解にこぎつけたのは、1969年、武装闘争によるデュバリエ政権打倒を目指すハイチ共産主義者、 統一党の結成によってである。1961年にエディット・ソレルと離婚。彼女はアイヒマン裁判の取材のためにイスラエルに向かい親族に説得されてキューバには戻らない決意をした。1963年にキューバのイラストレーター、ネリー・コンパロと再婚し、子を設けた。1964年にセゲルス出版社から死臭。 ある海生動物の日誌、67年にプレザンス、アフリケーヌ社から、キリスト教西欧世界にかかる虹が出版された。68年発表の、10月のカンタータは1967年10月9日に、ボリビアで没したチェゲバラに捧げる詩集であり、西普通に過酷語で出版された。1968年、キューバでパディージャ事件が起きた。 キューバ革命を支持していた詩人エベルト・パディージャが、カストロ政権批判に転じたために、反体制派だと求断された事件である。1971年3月、パディージャは、逮捕、拘留された。これに対して、マリオ・バルガス・リョサ、フリオ・コルタサル、ジャン・ポール・サルトルらの革命を支持していたスペイン語圏、フランス語圏及び一部の西洋の知識人が、 この思想弾圧に抗議したために、パディージャは翌月に釈放されたが、自己批判を強いられ、一転して、反革命的な作家、芸術家を批判した。この天候により、キューバ支持のラテンアメリカ知識人の間に分裂が、生じマリオ・バルガス・リョサラは、カストロ政権をスターリン主義的だと急断した。ドゥペストルも、その一人であり、 パディージャの自己批判文を投げかわしいことだとしながらも、渡された文章を読んだだけだ。私は、この不正を知っていたから、最終的には、パディージャを擁護したと語っている。だが、このパディージャ擁護のために、革命の敵とされたドゥペストルは、これまで関わっていた、国家機関のすべての職を解かれ、ハバナ大学で、歴史、文化講座を担当するよう命じられた。だが、 この任命は体裁を取り繕うための方便に過ぎず、警察官が学生のふりをして受講しているだけであった。なお、ドゥペストルは2016年のカストロ死去後のインタビューで、今年になってようやくキューバと和解したと語った。1976年出版のキューバの詩人は、キューバ革命を題材としながらも、カストロ政権批判を含むものであったため、キューバでは、 白金処分を受け、パリで出版された。この頃、各国の共産主義政権に失望し、共産党を脱退した。1978年には、ジャマイカの西インド諸島大学モナコーで2ヶ月間、現代フランス文学講座を担当した。同年、家族と共に突出し、ユネスコの活動に貢献した。最初は、パリ本部に勤務し、さらに文化事業のために、 世界各地に赴任した。1975年にキューバで削除版として出版された諸女小説、方々の完全フランス語版がガリマール社から出版された。1982年、短編集、ハイチジョイのハレルヤが同じくガリマール社から出版。1984年には日本で開催された国際ペンクラブ会議にユネスコ代表として参加した。 1985年、サンゴールが議長を務める世界詩人会議の第8部会にユネスコ代表として参加し、危機に直面した世界において、死に何ができるかと題する講演を行った。1986年、ユネスコを辞任し、家族と共に南仏王土県のレジニャンコルビエールに越した。以後、執筆活動に専念し、コンクール賞、ルノー堂賞、 アポリネルール賞など数々の賞を受け、多くの言語に翻訳され、世界的な評価を得ることになった。1991年、ハイチのジャンベルトラン・アリスティド大統領は、ドゥペストルに何度か電話し、ハイチに戻るよう説得したが、ドゥペストルはこれを拒否し、同年、家族と共に、フランスに帰化した。2004年に来日し、東北大学で講演、ルッサン・ルーベルチュールから、 エメセゼールまで、日二日間、フランス国立日本研究所で講演、ハイチ、1804年の革命と2004年の政変を行った。2005年、ジャンピエール・ラ・ファラン首相により、ミシェル・バルニー外相、サッカ・レジス・デュブレと共に、ハイチに派遣され、45年ぶりの帰国を果たした。アンスティチュ・フランスへハイチで講演を行った後、グアドループ、マルティニークを訪れた。 ありがとうございます。